質問は、努力をしたかどうかもわからない人を頑張ったねと褒めるのが嫌だと。なんで嫌なんだと思います。頑張ったねと褒めるのが嫌。これに対してね、頑張ってないかもしれないって言ってるわけですよね。頑張ったねっていうふうに言ったことに対して、ね、いや、この人は頑張ってないかもしれない。これ分かります？このね、ある人を褒めようとした時に頑張ったねって言って褒める時に、ね、いや、その人は頑張ってないかもしれないと、ね、お母さんこの辺分かります？例えば僕がオール A を取りました。その時にお母さんはオール A を取りました、天狗になるなよ、天狗になるなよとこういうふうに言った、ね、なんで、なんでなんですか。なんでそれは、ね、褒めてあげたくないと思ったから。だから本当に頑張っていたとしても何癖つけて絶対褒めないっていう方向に行くんです。このいわゆるこの人が一生懸命ね頑張ったとしても、頑張ってる姿を見せたとしても、あの頑張ってる姿が嫌らしいとかっていうふうに言って、何かと言って褒めたくないわけです、ね、だからこれは理屈じゃないわけですよ。この理屈を論破したら褒めてくれるようになるわけじゃなく、ね、この人はとにかく褒めたくないわけ、この褒めたくないっていう気持ちに寄り添ってあげることが大事なわけですよ。大事なことはこの論破することや、ね、議論を交わすことよりも、ね、なんでこの人は、ね、例えば我が子であっても褒めたくないのかなんです。そこなんです。そこなんで褒めたくないかな。自分が下がる気がするから。なんで褒めたくないか、ね、そこでいろんな理屈をしている。私は、ね、神戸大に入ったけど勉強もあんまりしないで入ったからと。いや別に勉強しなくてもね、入ったら褒められたら嬉しいはずなんですよ、ね、いや頭が良かったから入れたんでしょう、すごいねって言われたら、本当はいやそんなことないから嬉しいですとかっていうふうになってもいいはずなんだ。でも自分も褒められることが嫌だって言ってる、ね、だからこの褒められることに対して、褒めることや褒められることに対してね、いつも否定の力がかかってる。この否定の力を、ね、仏教では自力っていう。この人にとっては褒めるという行為自体が悪なんです。悪いことになってるわけです、ね、なんで悪いことに、で悪いことだからそこに自力を加えて自分なりの正論を持ってくるわけです。こういうこれこれこういうことだからね。だから私は褒めたくないっていう話をする。だから ここを打ち砕いても、今褒めるか褒めないかは理論じゃないの。感情なんです。感情的に褒めたくないんです。ね、感情的に褒めたくないんです。
ここをこの謎を解かないといけないわけ。なぜこの人は褒めるということに対してね抵抗があって褒めたくないっていうふうに思うのかっていうことなんです。褒められてこなかったか。もちろんそうです。褒められてこなかった、うん、でもなんで褒めることが悪。例えばお母さんだったらね、我が子がね、成績が良かった、それに対してなんで褒めなかったんですか。なんでお母さんは褒めなかったんですか。なんで我が子でありながらですよ、ね、我が子でありながらね、一生に一度ですよ、オール A を取るなんて一生に一度のことですよ。人生に二度ある、三度あるってことじゃない、ね、五教科じゃないですよ、九教科ですよ。九教科は全部 A だったんです、ね、それなのにね、お母さんは、ね、その日だけは天狗になってもいいじゃないですかやったーってじゃあ、あれね、思い出したけどね、吉郎に行ったことがあるから、吉郎がね、頭がいいってことを分かってね、頭がいいために近所の子からもう嫌われとるっていうのを、憎まれとるっていうのか、偉そうなことを言っとるんじゃないかなって思っとって、いうこと話しとったことはあるから。これであんま、いや別にそんなことないですよ。僕頭がいいなんて何にも言ったことないですから。本当に外に対して嫌われてるんじゃないですよ。僕は毎朝ね、みんなのお家に行って起こしに行ってたそれで嫌われてたかもしれない。それはね、班長からね、起こせと言われて、もう本当駒使いなの朝早く行ってみんなのお家を起こして回って言われたんじゃないのか。まあ本当は嫌われてるなんてない、うん、ね、嫌われてる。僕本当ね、頭がいいなんていうことを自慢したことはないん。何かね、うん、こういう記憶があるな、俺には。いやでもね、うん、いいですか子供が唯一こう誇れることじゃないですか。おやほだよ、誇れることに対して ね、いやそういうところはちょっとこう釘を刺しておかなくちゃ。他も褒めてくれないんですよ、うん、こういうところもいいよ、こういうところもいいよ、でもこういうところはちょっと抑えた方がいいかな、ね、もう全部否定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 、これも否定っていう、こういう感じなわけ、ね、だからそのいや ここぐらいは褒めてくれてもいいじゃないかと、ね、これを、ね、褒めるっていうことに対してね、その否定がかかってるわけ。否定が、褒めることに対して否定がかかってるわけです、うん、ね、否定がかかってる。だからこういう理由があるから、ああいう理由があるからじゃないわけ、うん、ね、それは本人は理由があるから褒めないんだって言ってるけど違う、ね、例えば高森先生が褒めない、うん、やっぱり慢を恐れるからだってじゃないんですよ。褒めたくないんです。褒めたくない。とにかく指摘しておきたいわけ。指摘しておきたい。褒めたくない。褒めることが嫌なんです。ね、だから褒め、その子供が下手くそな絵を描いてもね、わーうまいって褒めてくれるお母さんもいれば、ね、俺にとっても手ぐになるやんだよっていうふうにね、いうお母さんもいる。そこで大事なのは、それは褒めたくないんです。褒めたくないんです、ね。褒めたくない。ここなんです。褒めるっていうことは何？褒めるっていうことは、その人のいいところを認めるっていうことなんです、ね。その人にはこういういいところがある。
こういういいところがあるっていうことをちゃんと認めてあげる作業が褒めるっていうことだ、ね、いいところがあるって認めたくないってことなんです、ね、いいところがあるっていうことをだから頑張ったね頑張ったことを褒めるんだよね。その人にはいいところなんてないんだ。例えば神戸大学入ってどうだ神戸大学入ったぞって言ったとしてもいや神戸大学入ってすごいね、ね、とその人のいいところを認めてあげることがないっていうことなんだ、ね、いいところがあっても認めてはいけないというふうに思ってると。だから頭で分かってますよ。その人がいいところ本当にいいところだったら認めてあげなくちゃいけないっていうふうに思ってる正義としては。でもその基準がすごい厳しいわけ。すごいちょっといいぐらいじゃダメなんですよ、ね、もう本当にその人がもう感服するようになりましたっていうふうになるぐらいまでいいところじゃないと絶対に認めないっていうことなんです。それぐらいそのいいとその人のいいっていうところを認めたくないっていう心があるんです、ね、いいっていうだから自分が例えば褒められたとしても自分としてはそれをいいところだっていうふうに思ってないからだから褒められたくないわけ、ね、いいところってその人にとっては何ってことなんです。いいところって。いいところ。ここなんです。ね、一番のポイントは、ね、その人には例えば人を褒めたくない、ね、人を褒めたくないっていうことは自分自身も褒められたくないっていうふうに思ってるわけ。この、まあ、この方の場合だったらね自分も褒められても嬉しくない、ね、褒められても嬉しくないそして褒めたくもない、ね、なんでかって言ったらそれは自分にいいところがあると思ってないからなんです。いいところがあると、ね、こういうことなんです。自分にいいところがあるって思ったらどんなにダメなところでも褒めてあげたいと思うんです、ね、だからいろいろ理屈があっていやこれで嫌われてるなんとかなんとかっていうふうに言うけどそうじゃないんです、ね、単にその褒めたくないだけなんです。その褒めたくないっていうのは自分にいいところがあるわけじゃないのにっていうことなんです。自分にいいところがあるわけじゃないのに、ねね、人がそのいいところがあったとしても認めたくないっていうことなんです。ね、こういうことなんです。だから例えばお母さんが、ね、僕のことを褒めたくないっていうふうに思ってる一番の原因はお母さん自身が自分にいいところがあるというふうに。注文書はどこにある？いいところがあるというふうに思ってないんです。いいところがあると例えばお母さんが、ね、自分はいいところだと、ね、こういうふうに思うところがないってことなんです、ね、だからそのこの人も自分にいいところがあるっていうふうに思ってないんです、ね、思ってないから、ね、だからそのいいところよりも自分の悪いところばかりを、ね、考えてしまうんです。ここなんです、ね、一
人を褒めない、人を褒めたくない、頑張ってるねっていうふうに褒めないっていうことはね、それはその自分に、その人自身ね、褒めない、褒めないっていう人自身、ね、褒めないっていう人自身が自分のことをいいところと悪いところがあるとしたら、ね、悪いところばかりをいつも持ってるってことなんです、ね、だから自分の中でこういう悪いところがあるからダメだ、こういう悪いところがあるからダメだ、こういう悪いところがあるからダメだ、こういうふうに思ってるってことなんです。それはその人自身が小さい時に、ね、親が、ね、いつもその人が悪いところだけを見てダメだって言われてきたんです、ね、ここなんですよ。だから褒めない人っていうのは、いわゆる親自身が子供のことをまず見てないんです。子供のこと、親自身が自分の好きなことをやることしか考えてないわけ。世間体とかね、自分の都合のいいことしか考えてない、ね、で子供を見た時に、子供を見る時っていうのは子供がね、邪魔な時だけなんですよ。迷惑をかけてきた時だけしか見てないわけ。そしたら子供を見るイコール悪いところしか見てないわけです。でダメだ、悪いところダメだ、悪いことところダメだっていうふうに言われてきたわけです。言われてきたら当然ね、自分のことを否定的なことでしか見ることができないわけ。こういうことだったらダメだ、こういうことだったらダメだ、こういうことだったらダメだ、だから自分の人生はダメの反対のダメじゃないように、ダメじゃないようにっていうふうに一生懸命頑張るようになるわけです、ね、で頑張るのはこのダメだっていうものを否定したくて、ね、頑張ってるんです、ね、だからその本人自身が私何にも頑張ってないっていう人だったら、ね、頑張ってる人を褒めるんですよ。もうめちゃくちゃ頑張ってるんです。それは勉強に頑張ってないかもしれない、そこだけなんです。勉強に頑張ってないだけじゃなくてね、絶対に何かに頑張り続けてるんです。お母さんも頑張りましたよね。頑張ったんです。頑張ったの目的はダメだと否定されないために頑張ってるわけですね。否定されないために頑張ってるんであって、肯定するために頑張ってるわけじゃないってことなんです。否定されないために頑張ってるのは、頑張って結果を出したとしても否定されなかったで終わるわけ。だからといって自分を肯定できてるわけじゃない。自分を肯定できてるわけじゃないから、だから人のことも肯定できないんです。褒められないんです。褒めるっていうのは相手を肯定してあげる行為なんですよ。でもね、自分自身が肯定されてないと人のことを肯定することはできないんです。だからいろんな理屈をつけて、いや私は褒めたくないんですよ、褒められたくもない、ね、褒められたくもないっていうのは肯定されたくないってことなんです。本当は肯定されたいんだけど、良いところを褒められるってことは肯定してもらいたい。でもこの肯定されることに、ね、肯定されると期待して頑張ったんです。今度は親に対してね、いいところがあるよ、こんないいところがある、こんないいところがある、こんないいところがある。でもそのいいところを親は褒めてくれない、頑張ってくれない。そうするとね、肯定してほしいって思って何かをしてね、認められないと裏切られるじゃないですか。傷つくんですよ、ね、何回も何回も何回も傷ついてきた経験から、もう初めから
肯定してくれるね、肯定してくれる人なんていないんだと思ったら楽なんです。だから褒められるのも嫌になるわけ。褒められて期待しても結局ね、結局私のことをね肯定してくれるわけじゃないでしょと、こういうふうに思ってるわけです。こういう心の状態になってるってことなんです、ね、こういう心の状態になってる。だからこの人、この人自身が、ね、この人自身が一番直さなければならないのは自分に対する否定の気持ちなんです。で、褒めることができないっていうことを通してね、本当は仏教を聞いていたら反省しなくちゃいけない。褒めることができないってことは自分自身を肯定できてないんだ。でもこれはね、仏教を聞いてないとなかなか言えないんです。言えない。仏教を聞いていたら、ああそうか、私のことを肯定してあげてないから、だから褒めることもできないんだ。だから頑張ったねって言って褒める、褒めるっていうのはその人のことをね、頑張ってないかもしれないけどね、肯定してあげるっていう作業なわけ。それは自分自身が肯定されてないと、自分の存在をね、肯定されてないと肯定してあげることはできないわけ、ね、ところが自分自身が頑張ってるのは否定されないために頑張るっていうことで、うん、ね、その念じていることは、うん、ね、ダメっていうのが念じてるわけ。その人が頑張ってることは頑張れば頑張るほど否定の心が強くなるんですよ。いわゆるダメだと言われないために頑張るっていうことは、頑張れば頑張るほどダメだと言われてるように感じるわけ、ね、だ本当は認めてもらいたいために頑張るならいいわけ。だからこの人の場合、頑張ってる姿を褒めるっていうのはね、ね、頑張ってる姿を褒めるっていうことはやっぱり頑張らないとダメっていうふうに言われてるような気がして嫌なわけです。だからこの人はまず頑張ることから頑張らないことに落としてあげることが大事なの。議論するよりも先にね、つまり頑張らないっていうことはその人にとってはね、ダメだと言われてるような気がしてるわけです。だけどダメだと言われてるような気がするけど、この人はダメだと言わないんじゃないか、こういうふうに思ってるってことなんです。私のこと本当はダメだと言いたいんでしょ、ダメだと言いたいんでしょ、でも私の方が権力があるからとか、私の方が力があるからダメだと言わせないわみたいな感じになって、ね、でダメだ、このダメだっていうのが減ると頑張る気持ちが減るわけ。つまりこの人が頑張っている状態から頑張らない状態になってるっていうことは、ダメだと言われてるような、否定されてるような状態が強くなってるってことなんです。その否定されてるような状態が強くなってる時こそ、そのままのこの人を肯定してあげることが大事なんです。例えば私選択してないでしょ、だからダメよねっていう時にもね、いや僕選択が好きだから、別にいいよいいよ、大丈夫大丈夫、好きなことやっててくれていいんだからってね、いうふうに言うとか、とにかくこのね、自分を肯定していくためにはまずダメだ、ダメな自分でも否定されない、受け入れてもらってるっていう状態があって、初めてこの人は頑張り始めることができるわけ。つまり頑張る、頑張るっていうことがね、認められたいから頑張るっていうことが当たり前ようにできなかった、そういう人なんです。だから褒めることができないっていうのは、頑張ったね、頑張ったねっていうのは、ちょっと頑張っても褒めてもらえた過程だったら ね、ちょっと頑張ってるかもしれないから褒めてあげようってなるわけです。だけどどんなに頑張っても認めてもらえなかったっていうのがあるわけ。
だからその人が頑張ってるのはとにかく否定されないために頑張ってる、こういう状態なんだ。だから本当は頑張りたくないんですよ、頑張りたくない。でも頑張らないと否定されるから頑張り続けてる。この人が本当に認められるために頑張ろうっていうふうになるためには、一旦ね、否定の心を和らげないといけないの。だからこの人自身が本当に、ああ認めてもらいたいから頑張っていこうっていうふうになれたらね、褒めることもできるようになるわけ。だからこの人自身ももう何回も裏切られてるんです、親から。認めてもらおうと思って頑張っても頑張っても全然見向きもしてくれない。 ありがとうねって言ってもらった経験がない。だから認められるために頑張ることにもう傷つき続けてね、もう思えないんです。でもね、もう一度この人なら認めてくれるんじゃないか、頑張ったら認めてくれるんじゃないかと、こういうふうに思えられるようにね、してあげなくちゃいけない。そのためにはまずは頑張らない状態のこの人をいいよ、まずは頑張らなくてね、つまり頑張らなければならない、これ自力で頑張ってるわけ、これ造業なんです頑張りたいから、頑張りたいから頑張ってるっていう風に変えないといけない。頑張りたいからっていうのは褒められると嬉しいわけです。そうですね。だから自力で頑張ってることを造業っていうんです。造業を捨てようなんです。造業を捨てよう。聞いてきたでしょ？新学会で造業を捨てよう。造業を捨てたら頑張らなくなるんです。それでいいんです。そうそう、ね、頑張るから頑張らない状態にしてあげるっていうことなんです。だからその人に頑張らせることは間違いだし、ね、この人は頑張りたいから頑張ってるわけじゃないから、頑張ることが肯定されるものじゃないわけです、自分の中で、ね、だから、ね、頑張ったねと褒めるのが嫌なんです。そんなちょっと頑張ったぐらいで褒めるっていうこともおかしいしってなるわけ、ね、だから頑張ったことを褒めるっていうのは、褒められるっていうことはね、やっぱり、あ、例えば子供だったらね、認めてほしくて頑張ったんだなっていう、それを、あ、本当に認めてほしいんだから認めてあげようかっていうふうに思えるっていうことなんです。でもこの人の中では認めてほしいから頑張るっていうことはありえないになってるわけです。そんなことありえない。私だってそれはどれだけやってきたかわからない。でもどれだけやってきたかわかんないけど全部否定され続けてきた。だからもうやめたってなってるんです。もうやめたからもう一度やってみようか、こういうふうに思ってもらえるようになるまで本当に忍ぶ時が必要なんです。何もやらなくていいわけです。何もやらなくていいんですよ。その何もやらないこの人を、まあ、温かくね、いいよと見てあげる。でそれに対して罪悪感を感じるわけですよ、ダメだと思ってるから、ね、いやこんなこと考えなくていいんだよ、ね、僕はやりたいからやってるから、ね、そういうふうに、なんていうんですか ね、決して褒めてくれるわけじゃないですよ。いや、やってくれて褒めるとね、まるで私がダメみたいじゃんみたいなことになるからね、褒めないけど、でも私はね、いいんだよと、このダメっていうこの人の中にあるね、もうどうしようもないほど自分はダメだっていう、これをなくしてあげたいから、だからね、頑張り続けるんだと、ね、この否定の心、これをね、やっぱり子供に植え付けて大人にしてしまったっていうのはね、親の本当に罪ですよ。やっぱ子供っていうのはね、素直に頑張ったら認められるってね、思えられるようなね、思ってその素直に信じられるように育ててあげなくちゃいけない。だけど結局子
子供のことを見てなかったからね、言うことを聞かない子供しか知らないんです。だからダメだダメだっていうことしか 言われてこなかった。だから私はダメだと死んじゃうから、ね、悪いところダメって言われてそれを認めたら死んじゃうから、認められない。だからダメだと言われないために頑張ってきた、ものすごく頑張ってきた。そんな人にね、ちょっと頑張ったからと言ってね、頑張ったねって褒めたら、何そんなことで褒めるの。でもこの人はね、どんなに頑張っても褒めてもらえないんですよ。だって褒めてもらうために頑張ってるわけじゃないから。だから褒めたくないんです。そこで議論でね、勝つんじゃない。ね、何にもやらなくなったこの人のためにね、もうお世話をし続ける。はあ、こんな状態でもいいの？こんな状態でもいいの？こんな状態。こんな状態でもいいんだと本当に思ってもらえるようにする。では、まあ、そこは僕は、まあ、頑張るっていうか、そこは苦痛に思ってるわけじゃないので、だからこの人は褒められない理由があるわけです。なんで褒めないんだではなくて、褒められないのは自分を肯定できてない、自分を肯定できてない、ね、もう肯定できてないってことは否定されてる世界の中にいる、だからこの否定されてる世界にいる人はとにかく否定されないように頑張るし、頑張っているから、ね、人のことを褒めることもできない、私の頑張りの方がもっとすごいからみたいな感じになるので、で私が頑張っていることをね、良かったね、すごいねっていうふうに自分で思うこともない。だから否定されないために頑張り続けてる。頑張らないようになるように。そうそう、だからこの人がね、頑張らないように、そしてもう一度ね、頑張ってみようかな。頑張ってみようかなって思ってもらえるようにしてあげることが大事なんです。私たちはね、そのとかくですね、頑張っていた人が頑張らなくなってね、怠けたとか、その否定的にしか見ないわけ。もうそれはやっぱりそうなんだよねっていうふうになっちゃうわけ。やっぱり頑張らなかったらダメなんだよね、みんなそう見るんだよね、そうよねみたいな感じになるわけです。そしたらもうその人はずっと自分のことを否定しながら生き続けることになる。それは本当に苦しい人生なんです。だここを見てあげなくちゃいけない。ここをね、この人のこういう部分、ああ本当に悲しいね、悲しい過去を持ってるってことなんです、ね、どれだけ裏切られたか分かんないんですよ、ね、認めてもらいたいと思って頑張ってもどれだけ裏切られたか分かんないんです。どれだけ親からね、こんなに頑張ったのに、こんなに頑張ったのにって思いながらもね、全然褒めてもらえない、もう無関心、ね、それなのにね、もう悪いところだけはこれがダメでしょ、あのダメでしょっていうふうに言われる。そうすると、もう見返してやりたい、ちゃん分からせてやりたいみたいな感じで頑張るようになる。でもそれは仏教から言うと造業だからね、やっぱり造業というのは幸せを生み出すことはできない、造業は捨てよもうこの捨てた時にね、この頑張らなくなるからね、いろんなことをやってあげる人が必要になるわけ。分かっていただけたでしょうか。